はい。野球ゲームやりましょう。やりましょう。前回、積みゲーの一角を見せましたが、はい。また、前回新たに買ったスーファミと、まあ、64も一本あるんだけど、の山の中から一つ、今回用に、はい。野球ゲームをチョイスしております。はい。なんだと。とりあえず、ファミスタ64は外していいね。ああ、もう。スーファミ。バレちゃったかー。希望としてはスーパーウルトラベースボール。今回は今回はパワーリーグ2。やらせないね、なかなか。はい。パワーリーグ2をやりましょう。初見です。おや。おー、決まった。おー、パワーリーグ。パワーリーグ2はですね、94年版のデータが入っている94年、はい。前回のパワープロが90何年でしたっけ？前回のパワープロは95年版。95年に発売で94年のデータなんで、はい。これも同じかな？あ、じゃあ同じ年ですか？そうですね。イチローいますね。イチローいますね。ということで、はい、パワーリーグ2。まあ、スーパーファミスタ2。実況パワフルプロ野球2。に続き、2、3部作。として、そうか。パワーリーグ2を楽しみましょう。あ、パワーリーグすごいね。パワーリーグはね、ね、うん、実は、2は、俺もやったことないんだけど、友達ん家に大量にあって、はい、結構ね、やったりはしてたんだけど。すごいすごい。なんて言うんですかね、デフォルメされたキャラクターではなくて、うん、リアルな人の、ね。野球ゲームとしては、ね、もう、スーファミ時代は、群を抜いた存在、うん。プロ野球スピリッツみたいな存在ですね、じゃあ。だったかな、わかんないけど。ということで、じゃあ、やりますか。はい。はい。ちょっと、諸事情ありまして、今回は、オールスターではなくて、うん、ロッテ横浜戦でやりましょう。はい。はい。諸事情。設定で、まずいじった方がいいか。イニング数は、何回ですか？我々のルールは。ん？なんだっけ なんてます、ね、9じゃないですね。9じゃないね。5回か。5回ですよ。こうか。あ、選べた。ホールドは、まあ、ありでいいだろう。レベルはよくわからんな。エラーありにしましょう。エラーありにしよう。OK。はい。あ、また、ゲーム画面取れた。多いな、それ。なんで取れてないんだろう。失礼しました。また、画面を取り忘れておりました。じゃあ、やっていきましょうか。はい。はい。エディットでいいのか、設定か、設定だな。設定でイニングを何回ですか、我々のルールは。5回です。5回ですね。5回の、ね。5回に決めた覚えもないの。決めたでしょ。そうだっけ、あんなにコンコンと説明したのに。この間の6回でやったでしょ。エラーあり。この間はあれ、3イニングごとにしか設定できなかった。そうかそうか。これで、オープン戦。1P 対 1P。はい、じゃあ、ロッテ対中日でいいんですね。横浜です。はい。はい。しかし、順位も一緒だったのかな？先行高校どうする？また、あれですか？先行高校、チッカピ。あー、負けた。高校で。お前、高校好きだな。で、これでいっか。やっぱ一回分、攻撃の体力をね。うん。お、オート守備。オート守備ね、この、呼吸のみモードでね、多分ね、普通に思ったように操作できると思う、はい。はい。この設定でいきましょう。わかりました。はい。押してくれ、A ボタン。で、9回の裏の攻撃はないと思っていいですよ。オリジナル球場はないんで、ね。5回か。どこ使おうか。また藤井寺にする？甲子園でどうです？甲子園にする。何の脈絡もないけど、何甲子園にする。何も決めてないけど。デイゲームかナイターか。ああ。デーゲームですね。デーゲームで何の脈絡もないね。これ見てよ、ピッチャーこんなに選べるんだよ。何と比べてんの？パワープロと比べてんだよ、俺。じゃあ。はい、縁があるし。4人だったよ。ええ。先発含めて5人か。イラブかい？イラブだね。縁もあるし。斎藤隆なんてどうです？斎藤隆か。
いや、エース野村。17勝もしてんだ、この年。すげえな。17勝してるピッチャーいて優勝はできないんですね。95年。早いな、開始が。ちょっと待ってください。ちょっと待って、DH は?DH してくれって言うものとばかりって、今、春がやってるね、ほんに。DH ないんだ。DH ないね。勝たないな。君のところは DH あるのかもしれない。パリウッド。タイムでね、多分ね、A ボタンとか押すと、あ、モードが。モード変えられるんですか?監督モード。いやいや、普通にプレイする。A ボタンでスイング。はい。X ボタンでバント。投球は、ハミスタ形式って書いてある、ね。わかるでしょ、ええ、わざわざ書き出してくれたんだね。わざわざね。めんどくさかったからね。行くぞ!はい。投げた。お、ハミスタ形式か本当にこれ。そんなに速くないな。ハミスタ形式だ。投げました。あ、本当だ。ってことは、ストレートになってないの今のは。140キロだった。急速どこにいる?あ、上、右上に。あ、イラブか。そうだ、そら早いわ。前が選んだんだろ?びっくりした。159キロなんて投げねえよと思って。タクロン!あ、イラブだけ投げられるんですね、この時期は。すげえな、157か。あ!はいな。150キロ後半のストレートと、140キロ近いフォーク。え?今入ってた?外いっぱい?外いっぱいですね。外いっぱい。はい。かすってました、ベースの角。おいおい。駒田くん。駒田くん。ガーッ!よーし。今のストライクだよね。今のストライクです。すげえ差し込まれたな。小刻みに。よーし。よー、相手を振り遅れてるよ。打球が前に飛ばない。フォーク!楽しい。こんな世紀末な喜び方。一番西村か。そう、打者の方を選んでないですよ。ちょっと待ってください。はい。A と B でスイングですね。バント。うん。はい、OK です。いくよ。投げた。飛ばしやがったあいつ。意外と当てやがっても当たるもんですね。長いね、この間がね。あ、前後移動も。23。うん。今、おかしな曲がり方したな。なんだ、あの曲がり方は。ファミスタ形式です。ファミスタ形式か。おいおい、今、入ったんじゃないか。選球がいいから、西村。投げました。打った。当たりますね、これ。当たるね。フォーク!うん。ああ。わあ。フルカン?うん。まあ、お前、フルカウントでボール球投げる度胸はないからな。わかってる。あーくそいやー、一番バッター出ましたよ。フォアボール初めてじゃない?ちょっと進塁の仕方を教えてください。このシリーズで。どうことないよ。おぉ刺したね。あのね、走り方よくわかんないんですよ。特にウエストとかもしてないんだけど、普通に刺したね。うい。野村遅いな、やっぱり。野村遅いな。斎藤隆の方がいいかな、やっぱ。うーん。内頃かこの球速はもしかして。内頃ですね。打ちやすいです。あー、遅いもんなぁ。ねえ、割と真面目に研究してきたから。よし。よしよし。ミューレンか。今まで、野球ゲーム全部負けてるんですよ、私。そうだね。俺、全部勝ってる。おっおーしお前よーしよーし勝ちたくて。今さぁ。あっなんだこれなんだこれ今のね、何にも見てなかった。なんで進塁したのあいつ。そう。詰めなくていいランナーを出してしまった。今、ぶつけようとしたな。出ないよ。いや、もらっとくよ。コインにさ、類を埋めるために、地球を当てるっていうことをさ、故障を考えてみたんだけど。スピリットライジングボールっていうのはどう?いいよ。それでいいからさ。スピリットライジングボールはどうしたんだよ。なんでだよ、その、必要ないだろ、この局面に。あぶーい!ありがとうございます。宣言します。はい。この試合から動画で上がったらスコアをつけます。
九州含めて。元野球部としてから。本当に？本当につけろよ、お前。本当に俺スコアラーだったから、だって。ほらだ。一軍の試合のスコア全部俺つけてるから。胸を張って言うね。いいよ、じゃあ、頼むよ。で、うん、自分とね、君のこう、うん、投球の癖とか。はいはい。大事なの、データ野球だね。そう。ああ全部。当たんないなぁ。データにして出してくるから。おい、来いよ。ツーアウト満塁のツーストライクから、フォークを投げる確率何パーセントみたいなね。さっき刺し。全然当たんないね。いやーい。あとまだファールボールすらないんじゃないですか？ない。イラブの球速に翻弄されてますね。早すぎる。変えようか、イラブ。変えてくれ。その川。その川、キボン。小宮山でもいいよ。おいおい変えますよ。あー全然当たんない。なんかね、こんな余裕を持って野球ゲームやるの初めて、俺。本当に？うん。クイッ、クイッ。あ、やったやったやった。ファールか。飛んだよ、でも前に。ねファール一球で喜んでるようじゃまだまだ。クイッ、クイッ。あーい。だいぶ捉えてきたな。次は、柵越えじゃないか？捉えてるのはイラブのスローボールだけだよ。ただいま。頼む。ああ。こんなクソボールに。振っちゃうんだって、イラブの球だと。そうか。じゃあ次変えてあげるよ。本当に？本当に変えてくるかい？気が向いたらね。さあ、裏の攻撃ですよ。裏の攻撃か。初芝、堀だ。で、間違えた。いやー、この回の裏で行きたいなぁ。クオリティスタートだ。2回まで抑えれば。よし。だいぶ慣れてきましたよ。いいっすか？累進が被ってんの、はい、ベイスターズのユニフォーム。ね、見極められるね。見極めちゃってる？うん。球筋がくっきり見える。クイって曲がるのが見えちゃってる。余裕を持った空振り。タイミングを測った空振りだから。お、あーこれは、これは、俺が取る。お多分ね、あのね、自動でさ、補給応答みたいになってるからさ、動くのよ、こっちの意に反して。微妙に。それやめようよ。やめた方が良かったかもしんない。まだ変えられない？もう変えられないんじゃないかな。補給応答ですか？補給応答ちょっと失敗だったかな。おい。はい。今スピリットライジング未遂したね。危ない。うん。ああ、そこから。野村だったら入れられるかなと思ったんだけど。ムー。無理ホームラン。あ、イエーイ。グリーンヒット初めて出たな。ほら、累進被ってるでしょ、完全に。ズボン違うじゃん。初芝を累に出してしまったか。足で来るかな？足で来るね。足で稼ぐバッターだから。間違えた。足で活躍してた選手だからね、初芝。バントで、進塁しとく。なんだこれ？愛子さーん。愛子さーん。青柳。行くぞ。よし。ちょっと焦ってきたでしょ。あれ意外に打てねえって。いやいやいや。おーおー。入らないのか。なんだ今のは。内角いっぱいじゃないかい？お、なんだそれは、なんだそれは。お、これは。クリーンヒットじゃないですか？これ、ショセカンドセカンドセカン。やばいこれは。あれおう、中継できればな、アウトだったな。今のなんだ？今のはなんだ？あれセンターだった。完全センター。センター。センター真横ぐらいの飛んでった。わからないもん、もうあんなの。おいおいおい、ピッチャー逃げ越しだよ。先制されちゃったなぁ。ピッチャー。おい、なぜ？危ない。前取んなよ、ピッチャー。お？俺は？終わんねえだろ！終わんないね、これね。はい。すいません。ピッチャービビってる。ヘイヘイヘイ。ヘイ。ヘイ。おい。もう止まらないから、ロッテ打線。調子乗っちゃうと。エラーですよ、あれ。ヘイ。
先制点取りましたよ。先制だけだろ。あ、こういいよ。さあ、イラブの調子どうかな。イラブね、マックス出てるからね、今日。マックス出てる。完封いけますわ。俺はもうただ勝ちたい。俺ちょっと完全に集中モードに入るけど。投げた。うぃ、今、捉えてなかったかね、俺は。イラブちょっと球速落ちてきたか。今の打たせるファールね。追い込んだだけね。絶対言うんだもん。読んでるんだよ。俺、やるね。いや。球数稼ぐね。読めるんだもん、君。来るとは思ってたんだけどな。いや、迷いが見えるよ。迷ってた？迷いが見えるね。迷ったら負けだからね、イラブに対しては。決め打ちしない。あ、もう今、ライジングスピリットボール投げてあげたんだけどな。してた今。ライジングスピリットする場面じゃねえだろ、どうせ。ただ内角に投げただけです。お、危ない危ない。ライジングスピリット未遂じゃん。違う違う。今、こう、胸元のけぞらしてからの次、外角アウトローを決めるから。前に転がしさえすれば何かが起こるはずなんだ。守備機会がなくて面白くないですね、このゲーム。あー、打てないよ。そう。向いてないんじゃないこのゲーム。指名打者いた。え、これエリミネーションチェンバーマッチだ。待って。ってやってる今。バーシが。じゃあ、速攻で。速攻じゃないよ。佐伯がいるのか。まあ、いっか。何の話をしてるの？だから DH 制がないんじゃないのっていう話をしてた。してた。あったわ。ああ、よかった。そうですか。打てないよ。そう、打てないですね。本当に打てない。本当に打てないですね。ほら。ああ、ボールだよ。クソボールだよ。点入れられちゃったんだもんな。はい、そして1番からです。からか。そういえばイラブの打席なかったね。なかったね。うん。いや、そっちは DH あるだろうなとは思ってた。そんなのある？いや、ありそうじゃない？な昔、ね。この頃ならありそうだけど、ね。森田頼むよ。ちょっと野村引っ張りすぎたな。2回ですよ、野村投げたの。おほらあー、なんか投球早いぞ。いらんの。こんな簡単に打ってるのにね。あるだろ。不思議ですね。あ、これはうまい。気の毒ですね。どこ行っちゃうのよ。怖いんだもん、ね。さあ行きましょう。下手に投げるとさ。ここから外人二人続くぜ。おい。見極めだな。選球眼が大事よ。あぁ。くそ。三木さん信用。外人。扇風機だ、扇風機。あー、これは、まさか。これは俺、極めたな。極まってきたな、バントが。マジ？まずいなぁ。練習が足りなかったなぁ。練習をするなよ。えぐったよ。いっす。ベース上。さあ、こっからだ。一巡したから。覚えたもん。本当にかい？覚えたもん。まだイラブで押すよ、俺は。お前ライジングスピリットボールスピリットライジングボールだな。適当なことばっか言ってるから。ビッビッビッ、なんだなんだなんだボークじゃねえのか。なんでこっち来てんだ。俺のファースト投げたら大ピンチですね。散ればよかった。行くぞビャッ。あらシュート、
対角追い込みました。クロスファイヤー投げない。ソボールよ。ビャッ投げました。おお。やるじゃないか。当然だろ。だいぶ球威も下がってきてるんじゃないか。アウト。ああ。どうですか。失敗だ。スリーバントなんて奇策に頼るようでは。くらえ。ああ。まだまだ150です。あるよな。投げました。打った。お、あ、これは。いや、これ取ってくれ、取ってくれ。なんだなんだそれは。なんだ今の。危ない危ない、もうイラブ危ないわ。変えるかい。リリーフ誰がいんの。ハートリー使ってみようかな。ハートリーめっちゃ負けてるけど。すごいね、0勝5敗0セーブ。ハートリー使ってみようかな。ハートリーか。ハートリーやったー。イラブがイラブが下がったよ。こっからだよ反撃は。おらぶ、おら、ああ、決まった。やった。一球で逆転。一球。抑え出てきちゃった。4回だぞ、まだ。抑え出てきてるじゃないですか。ハートリー。大丈夫？踏みたな、ハートリーは。ああ。河本か。河本、球速いんだ。球、普通です。140キロ台じゃないかな。150出ましたね。内頃だよ、内頃。ほんとかな？ほんとイラブ打てなかった。お、お前ピッてるね。外人にはこれが効くんですよ。胸元からの外角ね。くそ。3球勝負で来ると思ってないでしょ？あー、3球勝負なんです。ガツく。その、ミノさん風のやつだよ。あー、八番、風を読むんだ。風を読んでくれ。風を読めか。風を読んで。俺はどん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 もう、リリーフの嵐を。すげえ、負けてんぞ、スコット。え？何があればこんな負けれるんだ。どういうこと？一人で全ての合理性を持ってるみたいな。相手すごいよね。キリストみたいになってるぞ。なんで食材のために生まれてきたのか、こんな負けられるのもすごいし。で、なぜなお一軍にいるっていう。そうだね。スコットは出せねえわ。俺は。俺はハートリーを出したのか。ハートリーね。ありがたかった、本当に。あいつは。ハートリー一球でホームラン打たれて交代してたけど。全然もう余裕だもん、俺。おい。高橋、早いよ。早くないよ。146キロ。大したことない。内頃。おい。笑みが消えましたよ。これからですよ。焦ってきてる。行くよ。これからですよ。あ、やばい、やばいな。だって一塁方向はないんじゃない？セーフティー。サード方向がいいな。サード方向行きます。うん。あれ入ってない今。もう落ち着きを取り戻したから。ロッパイヤじゃない今。ロッテパイヤじゃん。それぐらいのハンデ欲しいね。俺もう負けてるから。いい、許容しちゃうんだ。許容するよ。自分が有利になるようであれば。おい。よっ、おい。ちょい。ボールだ。あー、くそ。こいつにボール球で勝負する度胸はない。打つ。いや、もう最終回ですか。そうですか。
いやー、ブラックスのね、あの、鳥居の一球。鳥居の一球がね、球史に残るよ。西見の球史に残るね、あの一投は。不要な一投でしたね。球は。球ですか？ストレートかい？ストレートです。ストレート。スローボール。チェンジアップ。甘かったな。ね、球速が見たくて。お前、楽しそうだな。楽しいよ。野球は楽しいぞ。子供たち、野球は楽しいぞ。ストライク入ってくると思ってるだろ？うん。残ってないぞ。よし！ここも見せるんだね。一塁行くとこも。見せていく。行こう！お、お、お、あ、これは、おっせぇ！よし。もう行ってもやるわけにはいかん。三振やろうが！もういらないんですけどね、点ね。5回の裏があるんだろ？おい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 。ストライクじゃないのかい？ストライクじゃないだろ、どう考えても。あら！ボール球ですよ。ボールかい？絶好球ってこと。よし。わかってる。もうそこ見逃されるのわかってるから。今フォークの失投ですね。打ち損じた。ウィー。ウィー。フォークだろ、それ。ウィーじゃねえよ。牽制の仕方がわかんないですよ。あっそう。意表をついてからのね。これ面白いのかな見てる人、この試合。俺はね、3回あたりからつまんなくなったけど。あっしおー、ストライクじゃないのかな？よく見た。おちょっとね。入んなくなってきたよ、このあのね、序盤、イラブの球速に頼りすぎて、曲げどころが。そうだよね。うん。ちょっと。あのまま頼られたらさ、危なかったもん。もう、系統策やめるわ。おい、おい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 、大丈夫か？ちょっとね。この回。埋めとこうかと思って。埋め方がクレバーになった。春だよ。春から始まったんだよな、あの回もな。ほらほら、あ、ファールか。ファールです。ファールかい今。ファールですよ。ライン上じゃなかった。ああ、よし。もうボールだから。もうボール球ですから。もうストライクいらないから。ああ、くっそーこれじゃん。それ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 。ほら。いやあ。いや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 。スコアつけよう。スコアつけてくれたまえ。スコア発表会の場も設けてくれるかい？そう、発表会の場、設けるかい？では、いいです。もろずみ出そうかな。お。上詰めかい？キャッチャーだ。もろずみ、どうだろう？ね、まともな成績が残ってるやつがいない。相手右ピッチャーですから、樋口でいこうかな。おい。意表ついて平井ね。俺でもまあ、最終回だから、ピッチャー変えるよ。誰気にすんの？誰気かな、まあ、ほっ。佐々木意外と防御率低いね。まだ、まだそこまでだったのか。行くよ。ほいよ。ほいよ！ああ、正面はいかんよ。どうしたどうしたどうした、一球でワンアウト稼いでしまったよ。バントの方向がね、調節できないんですよ。一球目。先ボール普通。今驚いてたね、こう。度肝を抜かれてた。フォークを投げないはずがないと思ってたから。ああ来た打たれた。まあ、ヒット打てるのは私だけですよ。俺は当たりはあるかもしれませんが。ホームラン。ホームラン。まず直球も150がやっとだね、佐々木ごときでは。
さあ、追い込みましたが。投げました。うわぁ。さあ、ミューレンだ。ミューレンが最後のバッターになってしまうのか。わ、注目の打席。おぉ、これは危ない危ない。足か、足を絡めてくるのか。足絡めるのが正解かなと。ガミロって。投げました。アウト。危ねえ。危なげない打球処理でしたね。トコトコトコって一塁に行けました。いやー、負けないね、俺。しな。TBS プロ野球情報の時間です。見えじゃ、見えじゃねえか、むぎちゃんも。逆転勝ちですね。横浜が逆転勝ちしました。ヒット一本で勝たれてしまってはどうしようもないですね。相手を褒めるしかない。野球のね、奥深さというかね。まさか勝てるとはね、俺も思ってなかったんだけどね。いや、三振12だよ。打てないもん、イラブ打てないもの。死球が多かったね。まあ、それもあるね。うん。痛かったね。君も結構打ってるね。はい。打ってるんだけど、あれ、血には結びつかなかった。死球も、打数に入ってるんだとすれば、うん、実際の打数20分の6ですから、3割打ってるんですよ、ね、私は。俺の打率低いだろうな、これ。ヒット2本だからね。打率1割だよ。三振、でも三振の山っつってもさ、あなたも9三振です。ええ。5イニングで。本当の3個多いです。そうですか。いやー。まあ、それはハートリーでしょ。そりゃそうだよ。ハートリーがいない。いやー、お、これ見れるの。見れちゃうんだな、これ。これで もう一試合やろう。では、次のゲームやろう。さよなら。次のゲームやろう。あ、ガミさん、実はね、このゲームね、オールスター編にしなかった。ちょっと事情が。はい。もう一回だけ、このゲーム。じゃあ、この動画はこれで。では、さよなら。そろそろ俺勝つから。